サイクロプスは1910年に浸水したアメリカ海軍の急誕艦であった。1918年に大西洋のバミューダトライアングル付近で消息を経ったがその原因は約100年が経過した今日まで特定されていない。1913年に撮影されたサイクロプスサイクロプスは全長165メートル、幅20メートルほどの大きさで1万トンを超える。 船であった。艦名のサイクロプスは、ギリシャ神話のキュクロープスを英語読みして命名された。本船には、無線通信装置も装備されていたのだが、1918年2月に、大西洋のバルバドスを出港した後、3月に、消息を絶った。このことは、当時の新聞で報道もされた。後の捜索でも、艦の残骸などは発見されず、 この時乗船していた300人を超える人間の死体や遺品も発見されなかった。この時期は第一次世界大戦中であり、ドイツの潜水艦有ボートによって撃沈されたのではないかといった憶測もされたが、戦後の調査でドイツの関与をはじめ、戦闘が原因での沈没などは否定された。他にも嵐などのために沈没したのではないか、艦隊に。 構造的な欠陥があったために沈没したのではないか、館内で反乱が起こったのではないかなどなど様々な憶測が飛び交った。しかしいずれの説もサイクロプスが残骸や死体を一切残さずに SOS 信号も発信せずに消えた原因を満足に説明できなかった。後に消えたサイクロプスを題材にした書籍などがいくつも世に送り出されていった。 サイクロプス喪失事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。